はい、えー、こんにちは。6月の11日月曜日の日替わり竹部でございます。えー、さて、今週でございますけども、まあ、あの、天候の方は梅雨入りということでですね、ちょっとじめじめとは、えー、なんかこう、 もやもやっとしたですね。はっきりしないような天気続いてますけども、え、実はマーケットの方も同様でございます。え、週末に向けてですね、大きなイベントが、まあ、複数あるというところで、なかなか動くに動けないというところなんですが、え、今日はですね、ちょっとこちらの方をご覧になっていただけますでしょうか。え、マーケットの心理状態というところで、まあ、今回のタイトルは個人の円売り比率膨らまずというふうに題させていただいたわけでございます。え、まず左側でございますけども、こちらの方はシカゴマーカンタイル市場での おう、まあ、大口投機か、えー、IM、MM、通過先物、こちらの方での縦玉の推移でございますけど、緑で囲んでる部分というのがですね、えー、 まあ、これ大きな分水嶺になったというところなんでしょうか。まず左側の、左側のところの、まずちょうど真ん中あたりでございますけどもね。えー、円の買い立て局がスーッと減っていって、売りに変わっていくところ。えー、このオレンジ色の線と見て、合わせて見ていただければと思いますが、えー、214、日銀バレンタイン緩和の時に合わせてというところで、円が買われていた立て局がスーッと減っていって、それから円売りの方にバイアスが傾いていったというところでございます。えー、そして今度は 一番右端のところに緑で囲んでおりますけども、今度ここがポイントかなというふうにして見ておりますのは、今までずっと円売りでございましたとこういうような縦曲だったんですが、それがずっと縮小縮小というような形で、このオレンジ色の線もですね、えー、じりじりと79円台に下がっていったというような状況で、 円売りの縦局も減っていったと。そして、ついに、ついにと。これ2回言う必要ないんですが、ついに、今度は円外、円外縦局の方に変わっていったと。そうしますと、これはまあ上限性がだいたい6万枚、まあ、5万枚、6万枚という形になりますと、現状はニュートラルというところでございますけれども、週末のイベント、もしくは今後、えー、まあスペインに対する支援も含めてでございますけれども、リスク回避の動きというものが、非常に不安定な、不透明なものであるのならば、

円外縦玉というものが、まあ、のりしろとしてはたっぷりあるというところで非常に怖いなと思われるのが左側のところでございます。で、一方右側でございますけども、まあ、かわいい竹目の、えー、イラストございますが、こちらの方は東京金融取引所に置きます。個人投資家を中心とした皆様方の回避率。岡、えー、おかさんオンライン証券からの、まあ、受給というものが中心でございますけども、ちょうど真ん中あたり、5月の中旬あたり、この辺も非常に顕著でございますね。えー、青い線がぐっと上がったというところ。 え、この、ま、回避率がぐっと上がったところをよく見ますと、終値ベース。この緑色、左の軸のところでございますけども、ドル円相場のレートがぐっと下がったと。いわゆる逆張り。え、ミスター渡辺、ミセス渡辺が買い下がったというところで、ぐんと回避率が上がったんですが、え、さてその後。 ご覧になっていただければと思いますが、じりじりと、えー、この緑色の線が上がっていくに合わせて、回避率がゆっくり下がっていったというは、安いところで買って高いところで、売ってじりじりとというものが見えるところでございます。えー、6月に入ってから、ドル円相場もぐっと下がったところに合わせて、えー、ドル円の回避率も、またくんと、かくんと上がったところがございます。じりじりとドル円相場が現状上がっているところに合わせて買い比、回避率、少し、 まあ、頭を押さえたという状況でございますけども、ここで、ここで、ここでまた2回繰り返してしまいましたが、やはりですね、今週末もしくは7月に向けてというところなんでしょうか、日銀の金融政策決定会合に含めてですね、まあ、あまり当局の、まあ、 円安誘引策というものに期待感が高まっていないというところがですね、これ以上80%を超えて85、85%を意識させるような回避率に上がっていかないというところが現実なのかもしれません。個人の円売り比率膨らまずというところで若干煽ってるような言い方に聞こえるかもしれませんけども、逆にですね、私は非常にあの個人投資家の皆様方、粛々と淡々と非常に冷静に取引をまあしてらっしゃると、安くなって、 たところで買って上がったところになったら売っていくというような非常に短期売買での投資を非常に顕著に見せているというところがいったところから伺われたところでございます。中長期運用を主となされていらっしゃる方々も多いかとは思いますが、ぜひこういったですね個人投資家の売買動向からまあ、他の方がどういった形で収益プロフィットを取っているのかというところもですねぜひご参考にしていただければというふうにして思います。以上6月の11日月曜日の日替わり竹部でございました。